ですね、今田茂の一押しレポートということでですね、今回はダンス教室ということで、普通じゃない、どういう感じなんですか、普通じゃないというか、何しろ世界的ダンサーの、世界的な佐久間翔吾先生が主催するダンスコンテスト、ハートビート、はい、ちょっとこちらを映していただきたいんですけどね、こちらはですね、荻窪駅の北口ですか、西口です、西口にあります、嘘ばっかり言ってますね、西口です、荻窪駅の西口にあります、歩いて本当もう2、30秒ぐらいですよね、そうですね、はい、こちらの建物にあるところですね、はい、モダンバレーとかですね、いろいろ映像が流れてます、はい、ヒップホップもヒップホップも、はい、キッズヒップホップとかですね、はい、私もちょっと今日踊っちゃおうかなというところです、いいですね、そうですね、はい、ちょっとこちらの方これ実際に中入ってみましょうかね、はい、ね、はい、じゃあちょっと行きましょう、はい、ちょっとスタジオハートビート、はい、地下ですね、はい、地下になります、地下1階で、地下と思えない空間になっております、あ、そうですか、楽しみにしてください、私の傑作です、あ、ちょっと楽しみですね、はい、これは、あ、なんか涼しいですね、今の冷房がね、はい、あ、こんにちは、あ、どうもこんにちは、あ、すいません、どうも、はじめまして、今茂こと今田茂と申します、はい、佐久間さん、なんか、アメみたいな名前ですね、佐久間ドロッコとか世界的ダンサー、私の名前先生です、佐久間翔子先生ですね、はい、はい、というわけですね、はい、先生やっぱり姿勢がやっぱり違いますよね、はいもうどれぐらいからダンスをやってらっしゃるんですか、はい、あれを9歳から、22歳、22歳から、その1歳と2歳の差はなんか間違いないですねいろんなダンスはダンスでもいろいろあるじゃないですか、で先生は1993年平成5年にソシアルダンス専門スタジオとしてこちらのお店をオープンされたということで、20周年ということで、すごいですね、すごいですね、歴史ですね、で弥生さんはこちらデザインされたということなんですが、はい、そうですね、はい、そのちょうどこの1993年ですか、はい、ってことなんで、はい、まあ、ご提案させていただいて、っていうか、まあ、共同作業でね、こういうのがいいんじゃないかっていうのを、あと、まあ、イギリスが大好きですので、前世がイギリスの方だったかもしれない、あ、そうですね、私はこうじゃないですか、イギリス学者なので、あ、そうなんですか、あ、じゃあロンドンとかイギリスの方には、はい、大会でずっと行ってました、あ、そうですか、はい、じゃあ、Can you speak English? Yes, I can、あ、素晴らしい、カラッとね、いいですね、主演に出てきますね、 Would you like any drink? Nothing, thank you、 はい、そういうことですね、忘れた時が出かけずに、はいすいません、どうで、でも9歳からやっぱりバレエやってらっしゃるということで、やっぱり姿勢がですね、なんですかね、私もちょっとこうお姉きじゃないですか、あ、まあ、スチュワーデスさんのような、まあ、やりさんやっぱりね、姿勢はやっぱりね、いや、でもラインが綺麗です、先生、ラインが、はい、もう鍛え上げられた、鍛え上げられた、はい、素晴らしいです、そうですね、色も白いですしね、はい、白いで、まあ、きっかけは、まあ、9歳の頃に、バレエをやられていらっしゃってですね、はい、で、まあ、テレビ社交ダンスを教えてまして、あ、そうですか、はい、あとは専門の先生たちが、はい、13年ほど、はい、バレエとかどんなジャンルどんなジャンル、はい、じゃあ14年目ということで、今しげダンスで私どんなダンスですか、インチキなダンスとかあ、でも上手いんですよ、娘さん、いやいや、ほんと上手い、クラブに行ったら、なんかすごいムーンウォークみたいなのね、はい、もうなんか適当に踊ってますけどね、素晴らしい、ヒップホップは私もちょっとですね、こういうロボットとかね、やりますけどね、でもやっぱり共通するものっていうのはやっぱありますか、このダンス、そうですね、共通するのは心ですか、ハートビートですね、ハートビート、はい、もうそのままですね、このハートビート、はい、心の、やっぱり
リズムですよね。そうです。心の綺麗な方じゃないと、心の汚い人はリズム感が悪いということですよね。そうですね。心を表現するとはい、何です？心を表現する。心を表現すると。素晴らしいですね。現れますね。現れますね。はい、なんかちょっと笑っていただいた方がいいですか？そう、そうですね。もしもしと。こちらが先生。ワンウィーク、1週間のスケジュールで、はい、ソシアルプライベートレッスン、はい、こちらだいたいお昼ぐらいから夕方ぐらいまで、翔子先生は毎日こちらのソシアルプライベートレッスンの方で、そうですね、このソシアルダンスの方、あとのもう一つスタジオが下高井戸にありますので、下高井戸、はい、そちらの方でもレッスンしております。はい、京王線沿いですね。そうです、はい、そうですか、はい、いやどうですか、やゆさんもちょっと素晴らしいです。実は私もソシアルダンスを、22歳の時あたりに1年間だけやったんですよ。はい、あ、そうなんですか。22歳ということは5年ぐらい前ですね。5年前ですね。はい、3歳になった。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ、ちょっと今日あのお手紙拝見ということで。お手紙拝見はちょっともう無理なので、そうですか、今重さんと翔子先生にちょっとやっていただくとか。コラボで踊らせていただきたい。ここは何ですか、核シェルターかなんかですか。そちらのガーデン風になって休めるようになって、ガーデン風な、ちょっとイギリスが大好きなんですよ、そこですね、イギリスの、はい、イギリスガーデンね、はい、すごいですね、ガーデン風ですよね、はい、ここはあのブーブークリコのなんかホワイトラベルあたり飲みながらね、いいですね。これがダンスシューズですか。ちょっとなんかすごい格好してますけどね、スニーカーソックスに姿勢があるの、姿勢が綺麗です。何が取れるんですか。おーおーおー、いいになってますね。ジルは、はい、結構ですね、僕はあの、あ、そうです。それで、ハッ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 。
ってらっしゃって、普通のパッドだけども、ワンパ風のデザインされた、だけどもうちょっと気になって、華やかな、この壁を選んだんですね。あ、そうですか。はい、これ単なる城ではないんですね。こういうちょっと柄が、そうですね、ヨーロッパの。まあ、ヨーロッパから来てるものなんです。こういう壁面のコースっていうのはヨーロッパが、想像立ちてるんですね。テーブルクロスとかね、ありますけどね。そうですね。翔子先生がお題をいただきまして、お題を。はい、マゼンダっていう色をテーマにね、されたいっていうことを、ちょっと頂戴されたんですね。こういうとこでもね、ポイントが全部マゼンダ入ってる。あ、そうですね。そうですね。はい、翔子先生、その、マジェンダ。マジェンダのこだわりっていうのは、マジェンダの色の意味が、はい、無限。無限。はい、そういう意味があって。はい、もうこちら、永遠無限の可能性。無限の可能性ということで。はい。車高は80だからぐらい、70台でも一番多いです。はあ、そうですか。はい、おじさま、おばさま方が。そうです。情熱持ってるんですよね。でも皆さん姿勢も良くてすごい素晴らしいだろうな。20歳ぐらいだと見えます。健康で。はい、そうなんです。間違いますよね。やっぱ姿勢、いろんな病気がありますけど、やっぱり姿勢から来るって言いますよね。まず足腰が強いです。足腰が。私はね、日本一のダンススタジオにするっていう思いで、はい、翔子先生の今回ハートビートのスタジオでダンスさせていただきました。ああ、そうですか。やはり日本一の美人デザイナーの方にあたり、ね、日本一のスタジオまでつながるわけですね。やっぱりこう、スタジオ的な出会いが。そうですね。翔子先生も世界で活躍されてるんですけども、また新たなジャンルで、そのハートビートっていうスタジオをですね、日本一の素敵なスタジオにしていただきたいという思いを込めてやらせていただきます。はい。その思いがきっとね、こういうネット TV で、石森さんの、ありがとうございます。一緒に踊ったりして。ね、ネット TV は、ね、世界から見れるんですよ。そうなんですね。イギリスの友達の方にも、日本時間を見ていただきましたら、見れますので。はい。はい。だからもう世界発信です。世界発信ね。はい。もう日本を超えて世界一に。はい。今日は、こちらはですね、ハートビート。荻窪駅の西口ですよね。そうですね。西口から歩いて何秒ぐらいでした？徒歩1分ですね。徒歩1分。1分かかったと思うんですけどね。そうですね。多分もうあっという間です。はい。ということで皆さんぜひこちらのですね、ハートビートよろしくお願いします。